さあ、始まりました、ウォークボーイズ女子会チャンネルへようこそ。はい、ということで今回なんですけども、まあ我々ね、世界に行ってますよね。世界に行ってる、世界のお菓子行ってますよね。行ってるんだ。まあその中でね、日本でも食べれる海外のお菓子だったりとか、まあ美味しいものみたいなのを今回ご紹介したいっていうのがあります。はい、どうぞ。行きましょう。じゃあまず、どなたからご紹介しますか。やっちゃうかな。ニヤニヤしような。今回さ、3つじゃん、うん、3商品じゃん。3つ3部門に分かれております。おー、1つ目はですね、朝食部門。あ、そういうこと。次はですね、15時のおやつ部門。そして最後に、デザート部門。なるほどね。おー、この3つで分けました、今日は。ということで、まずは朝の部門で、ドリンクいっちゃいます。あー、えドクターペッパーチェリー味。おお、見たことない。我らがドクターペッパーも大好きですから。すごい。それのチェリーときました。美味しいやつや。これはでも添えみたいなもんなんですよ。あー、それが朝食じゃない。で、朝食はこれです。あー、懐かしい。これどうなんの。こういうパン海外だともうめっちゃあるぞ。これ食べたことないから、しかも健康にいいのこれ。薄くね。これがね、1日5枚入り。日本だとさ、全粒粉パンってあんま売ってないの。ダイエットしてる人に全粒粉いいんですよって言うんだけど、なかなかないから日本だと。そうね、そういうの売ってますから。これだけでちょっときつい。ああ。で、おはん。サンドイッチ作るってことは、これは海外じゃないんだけど、ちょっとチーズも買っちゃいました。これね、一応ね、あのね、イタリアと見せかけて、静岡県で作っております。やめろ、メインはこっちです。イタリアって言っとけよ。で、お菓子部門。これはね、僕、YouTube やってきましたよ。うん、そう。こちらでございます。知ってます？これ今、大流行中です、これ。Hey, friend. これ今ね、バズってるらしい。バブルガムだって。感触がね、面白いソフトキャンディ。初めて見たわ、こんなの。どこで買ったのこれ。ドンキホーテ。これはね、ドンキ結構あったんです。お菓子もう一つあります。これ韓国の、知ってますか、これ。あ、知らない。ゼリー。これも今ね、TikTok で大バズりらしいですよ。大バズりって言ってんの。 ASMR。 へぇー。2位は人気の2商品らしいです。あ、そうなんだ。ちゃんと調査してるやん。で、最後のデザート部門、こちらでございます。ジャックフルーツ。タイにある果物です。調査してみようじゃないか。この3つでございます。おーい。美味しいかもしれないから、これが。どうする、世界一甘ったるいやつ。どんな人かあるよ、それ。じゃあ続いて。でもなんかインパクトはそっちの方がありそうだな。いや、俺そんなインパクトないよ。いや、もうだってもう俺先やっていいじゃん。いや、もうだってもう次行くわ。マジかよ。僕のテーマは、まあ俺が食べた中で、あ、これガチうまいなってやつ。おー、おー、ちょっと食べてもらうかね。まず一つ目なんですけども、まあこれですよね。何それ。錦屋さんのカレーでございます。うわ、うまそう。これやばって。もともとこの人たちって、あのカレーが使われているお店があるんですよ。昔から使われている。午後カレー。カレー屋さんではない、もともと雑貨屋さん。無事正解です。本当はでもね、レモンカレーが好きで、レモンカレー錦屋さんで食ったことないですよ。そう、買いたかったんだけど、売ってないの、人気すぎて。人気なの。マジで売り切れ。買えないんだ。そうで、今回はガーリックシュリンプ味、パラックファミリー、シャルマサ。じゃあ、そうって感じで、まあ、ちょっと世界のカレーをお味させていただきましたので、まあ、ちょっとご飯にさせてもらっても不安要素だった。もう見えちゃった。うわー、出た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 。まあこれは多分ね、食べてる人いっぱいいると思うんだけど、めちゃくちゃうまい。正直辛いです、相当。そうだよね。なんだけど、このラーメンめちゃくちゃ美味しい。顔切れてるやん。俺もでもこれね、6年ぶりぐらい食べる。おー、カナダの留学以来食べてたんだ。で、最後まずこれ、あー、ビスケット。おー、ロータス。で、これがヌテラ。で、最後これも俺の一番の、もうマジご紹介したい商品。そんなミルキーウェイ。ミルキーウェイ。ミルキーウェイ。海外の結構、まあ、お子様が食べるようなお菓子。そうだね。 This is the end っていうあの映画があって、食べたい、早く。テーマですね。テーマは大人の女子会。一発目、ドーン。マウンブランパイナップルワイン。ハワイといえばですよ。濃縮還元。ちょっとわからない。あー、おしゃれてる。最初ビール買おうと思ったんだけど、女子会って言ったらビールじゃねえな。あー、確かにね。ちょっとおしゃれ。大人だね。でもちょっと飲みやすい。確かにパイナップルとかね。ワインと言ったら皆さん、
うわちょっと上じゃない。はい、もうワインといったらこれですよ。ズチ？チーズでございます。これ何のチーズ？うわー、言ってよ、チーズ買わなくていいよって。アプリコット&アーモンドとハニー&ピスタチオが結構甘いから食べやすいんだって。で、この味噌漬けチーズはそこまで味噌味噌しくない。だからなんかおつまみに合いますよ。なるほどね。もう女子といえばチーズですよね。Yeah. そうだね。これにクラッカーなんてあった意味は？最後は、ダーダーダー。もうこれ何なのかよくわかりません。唐辛子です。にゃん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 。タイスーパーマーケット行って、全部タイ語だった。日本語がわかんなくて、うん、お菓子コーナーどこですかって聞いて、なんか一番ちょっと良さそうなの。楽しみー。で、揃いました。じゃあ早速食べていきましょうか。え、ご飯どれくらいいるの？ 200g ぐらい。任せろ。的確な量だけ。死んだね。いらんってこれは。死んだね。ちょっと手すごそうやな。全粒粉のこれがどのぐらいパソコソになるか問題あると思うんだよね。あと1枚がどのぐらい重いっていう。そこに染み出る辛いやつ時のやつだよ。だってジャリジャリしてるもんね。だってこれもう閉まってないもん、すでに。あー、甘いって言った。うわっ、よかったな、それ。うわ、すごい、うわ。あ、でも匂いうまそう。あー、見えねえか。すごいよ。何か明太の知らない。唐辛子がメインだと思うよ。なんかいろんな種類があるんじゃない。ああ、そういうこと。食べてみるよ。一口にやって。やだよって。俺チーズあんま好きじゃないの。何を買ってんだよ、君は。え、でもあのチーズ甘いって聞いたから食べれるよ。チーズの味が、だから腹の水の実でしょ。どういう風に入ってんだろう。いや、もうこういう状態で。うわあ、そういうことか。で、あの1個取ろうとすると、これがこう。あれ、アウトバックのあの、わかる、玉ねぎのやつみたいな。オートバックス、じゃあフライデーズみたいな店なんだけど、絶対手につくで。なんでも俺が好きと思うね。あ、それそれそれ。あれじゃん、ラストじゃん。あ、俺食ったね。そっちだ、そっち出しちゃった。うおうわ、おー、うまそう。いや、最高じゃん。で、これになってチーズなんですよ。ということで、料理できましたので食べていきましょうか。いただきまーす。女子会よ。おお、パイナップルだ。ほんとだ、あー、でもすごいアルコールのもしっかり。赤っ、え、こんな色なんだ。すごい、女子会じゃん。女子会ってこんな感じなんだ。嬉しい、これが動画でお金もらえるなんて。嬉しい、これでお金もらえるなんて。海外のっていうのがまたいいんだ。俺らしか紹介できないもんね。酒と女とドラムチェック。え、ジュースやん。うまっ。チーズもらおうかな。すごいじゃん、確かにワインとチーズだね。これアプリコット。すごいじゃん、もう渋滞だよ。うんま、女子あんま、あま、もうおお、あま。これチーズ嫌いでも食べれます。これいいな、これ全粒粉とも合うよ。じゃあちょっとカレーいただいちゃうかしら。このチーズでちょっと甘かった口にね。で、うまい。これ無着色で、香料とか一切使ってない化学調味料とか。すごい。へぇー、オーガニックな感じ。いやー、マジでレモンカレー食べさせたかったな。これはね、大体20種類ぐらいあるのかな。そんなの。うん、いろんな種類があるの。ホーム制作によってはさ、マジでこれ1個とかあるからね。サンドイッチ。マジで。あった。マジで昼飯、料理しといたよって言ってみたら、サンドイッチ1枚。それはでも当たり前なの。それは留学生も厳しい。家庭による。結局、留学生を迎え入れる家って、ビジネスでやってるか、本当に子供を欲しくてやってるか、どっちかだから。たまにサンドイッチはだけど、その家庭は結構料理好きで。子供はもう何人も受け入れるんだよ。ミートボールパスタとか。うわー。そうや。物語ね。おなんかこれ違う、こっちと。歯ごたえあるし、これ酒のつまみだよ。なんか食感が燻製っぽい。うん、確かに。これちなみに、チーズがカルディ、ワインがユニオン、タイのやつはタイスーパーマーケット、伊勢崎町にある。すごい量だね。今日これ全部手伝うの、多分塩分足りないのかな。最強の塩分かとで。うわぁ、朝食じゃん、もうこんな。質素だなぁ、この朝食。でもこんなもんだよね。またトーストされてください。全然いけるわ、これ。
ね、留学するとき気をつけた方がいいよね。訪問政策やね、稼げるなんてもっと。お願いします。すげえな。うん、美味しかった。しかもヌテラもありますから。でも一時期食べてたよ、前。嘘。でも別に食べてたら食べる。5分以下ってもう無理じゃん。え、でもこれ3人で分けるんでしょ。あ、で、そってくるんだ。うん、なんだ。え、もうさじ加減がすごい見えてきたけど。とりあえずちょっとこれ食ったと。どうかす。これなんかさ、無制限に食べちゃうじゃん。ちょっとなんか楽しいわ。海外に来た感じが。確かに。うわ、いい音。うわぁ、甘い。うん、あこのクッキーはいいね。ちょっとさ、これさ、一回どっちか食ってみる。それでちょっと反応見るわ。一応でもスナック扱いだから。うわぁ、これガチからいい匂いだぞ。だから全部通り。まず1個。うわ、すごいサクサク。これ、あ、これあれじゃん。これガチ、これ鳥の多分くちばしじゃない？読めないわ。全部タイ語なの。うわぁ、あんま美味しくね。いやこれ、ね、お酒なんだよ、つまみの。ほんとタイとかそういう辛いの独特だね。ああ、僕いいから食ったな。そうなってなると、あ、辛いね。やっぱり辛いって感じで。でも辛ラーメン食べた感じとどっちの方が。こちらが全然辛い。ちょっとみんなマジでこれ食ってみて。自分のタイ語読める人は、あの、ぜひ翻訳を添えて、ね、コメントいただけると。おー、そっか。日本で言われるよね。ヤンヤンボさん。ヤンヤンボやな。うわ。さあ、ヌテラさん。たまに食べると思うよ、こっちも。うわー、このチョコがうまいなー。このチョコの感じ。これ辛いやつだから、もう余計しみるわ。お菓子タイムかな。これはでもマジで気になってたよ。これなんか耳に高かったよ。400〜500円くらいするわ。えぇ、輸入品だから高いの。これもね、600円。えぇ、食べます、これ。え、どっち。うまっ。確かに。逆に薬物取った。なんかバナナみたいな味するの、これ。いや、ちょっとね、この2つを同時に食べた。あ、マトリックスだ。こっちは現実に。絶対海外の子供好きだろ、マジで。ちょっと体に悪そうな感じ。この企画何ですか。懐かしいも思い出せるんですか。ちょっと司会も味わえて。すげえ、一本開けたじゃん。まず飲みやすいよな、これは。いろんなもんいっぱい食べるっていいな。うん、ね、幸せ。皆さんマジでこれだけは食べる。じゃあラーメン。そうそう、行こう。これさ、うわ、うわ、その音。いただきました。うん、うまい、うまい。はい、どうぞ。うわ、もう多分違う。これさ、ドリアンじゃない。え、マジ、その匂い。匂い独特じゃない。あ、ちょっと独特だ。いや、ドリアンってうまいんですよ、でもバナナみたいな。量一緒だよ。量一緒だよ。もうさっきちょっと味見したけど結構辛かったわ。じゃあ食べましょうか。辛ラーメン。いきまーす。絶対辛くなるんだろう。あー辛い。あうん、辛い辛い辛い。全然お菓子より辛いよ。うまいけど。うん、でも味はうまいわ。あー、汗かいた汗かいた。あ、でも俺逆に辛さのタイプ違う、もしかして。うん、俺これ全然辛くないと思う。あ、俺いけるわこれ。でも辛ラーメンの美味しいところは最後にご飯入れるところで。あー、ジンスタイル。これ入れたら、ちょっと行ってみよう。ジャックルーツ、これ匂いはね。うわ、食べづらそう、これ。うわ、硬かったら嫌だな、これ。おお、どうか。マンゴーみたいな。確かにマンゴーに近いな。でもマンゴーってさ、その滑らかじゃん。はい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 。なんかシャキッとしてるから、これナタデココまではいかないけど。アワビ。でもパイナップルまではないな。パイナップルは繊維繊維してるじゃん。はいはいはい。あの、ほんとマンゴーに近いの、これ。じゃ、食べれなくはない。でもこれをなんか家でリンゴのペースで出されるとちょっとイラッとするね。イラッとする。またジャックかよってなると多分。
よかった。まさかそっちは行くわ。全然行けた。すごっ。なんで下だ、どうせ食べる。食べてみて。ジャックとされてね。フルーツといえばなんかペイと言っても過言じゃないからさ。そっち関係ないかもしれない。関係ない。食ったら関係ない。マンゴーよりもちょっと薄め。ちょっとジャックフルーツちょっともうじっくり調べる。でも俺クコの実を食べたい。めちゃくちゃビタミンとかが含まれてる最強の実。最強の実。クコの実。心臓水。卵入りですか。ないのかな。まだ出会ってない、まだかつてないそのぐらいの美味しいフルーツって。クコの実ってさ。でもあの日本じゃない。あーほらこれしょ、この小さいやつでしょ。これ言ってるの。違うんじゃないか。違うな。絶対こんなうまくねえよ。だってなんならこれ昨日のこの店にあったよ。クコの実。あ、ガックだ。ないこれ初めて聞いた。ハリーポッター。俺ハリーポッターのどのシーンでも再現してもらえば絶対どこかわかるよ。マジ？うん。オタクだもんね。すごい痩せ。本当だ。うわ、やば。やばい。ちょっとやばいって。異常だよ。すごいじゃん。びしょびしょじゃん。だって一番辛いのは多分そのティッシュをこうやって置いてもらえば。あの僕が短髪がいいか長髪がいいかちょっと皆さんぜひコメントお願いします。おいいね。よしさすがに求めて短髪が多かったら短髪にする。でも伸ばしてたんじゃないの。いや俺だって伸ばした理由ってさ、最初このグループさ全員同じ髪型だったじゃん。だからなんか一人伸ばさみたいな、であとで一人髪染めようってなって伸ばし始めたけど、気づいたら全員伸ばし始めてね。初めてね、ここまで長いの。そうか、そんな長いの初めてか。うわ絶対うまいじゃん。塗りたくりました。うーん正直もう食べるのも飽きてきてたけど、もうこの全粒粉嫌になってきて俺は。正直開始したでも1個覚えたらさ、あと2ヶ月後にはもう2人こういうのが食えなくなるでしょ。いや1ヶ月後だ。え、あ、3月なの。うん、いやもう結構安定感出る。でも減量すると欲しくなっちゃう。いや俺その分あれだもん、コーラ今禁止にしてるから。あ、言ってたね。逆に楽しみにしてる。逆にいいかもね。減量中の唯一の楽しみを取っといてよ、ゼロカロリー系は。 Can I get a milk away? I need a milk away。 ちょっと待って、大人だけでも躊躇するのかね。あれじゃん、あのお祭りとかであるやつやつや。アラサーの男が出てこないな。あーすごいお腹いっぱいになった。今何時？4時40分。えちょうどいいよ。じゃあ行きます。これが一番の楽しみ。この小さいのが一番最後まで取っとかれてたんです。そうそう大丈夫、開けてないよね、とりあえず。え、これでも結構食べてた。いや、1回2回だった。あ、そうなんだ。マジかわいい。あー、パッケージマジかわいい。かわいい。マジでこれ。ふざけめ。ぬぬきうめぇだよみんな。乾杯しよう。これはさすがに海外の感じ。海外だなぁ。よっしゃ。すごいじゃん。そんなにぬぬきうめぇ好きなの。これね、日本には何かね、この感じの。うまい。ゴディバ行ったらありそうだけど、それぐらい高いところ行かないと。これでもゴディバって言われて出されたら分かんない。分かんない。これ凍らせるとよりうまいですよ。凍らせる。うわ俺でもこのミルキーウェイとシンだな俺今日のトップ2は。おあー、これも譲れないわ。見事。チーズは確かにうまいな。でもそう考えるとミルキーウェイだな。めっちゃ外さない。弁当入りちゃうとこれ箱ラベリングってちゃんと綺麗にしちゃってそこに貼っとく。海外のチョコ食べ尽くしたらこれより美味しいもん出るんじゃない。おお。ちょうどいいんじゃない。ミルキーウェイの後にだってお皿に置いてあるから。あーずーっと見えてたな。おつる、なんだよそれ。この困った顔見つけた。見つけた。ミルキーウェイ出てきた。かけら出てきたよこれ。最後のそれは嫌でしょ。だってなんだよこれ。え、でも変えられるよそれで口の中。
もう下に全然あった方が違う。ほらミルキーウェイ。あ、最後ミルキーウェイ締めた。変わった変わった変わったということで、今回はですね、僕たちが世界のフードを紹介させていただきまして、全部ね、日本で買えますので、ぜひちょっと皆さんもご興味あれば買ってみていただければと思います。この動画参考になったな、私も世界の料理食べたいなと思った方ですね、ぜひチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回の動画で、バイバーイ。 Look away.